決勝の舞台となります福岡空港にも程近い博多の森陸上競技場です。花園をかけて今年も去年に続き東福岡と筑紫の顔合わせになりました。解説は7人制ラグビー元日本代表の築木雅弘さんです。築木さん、今年はやはりラグビーといえばワールドカップが行われた年ですね。はい、そうですね、はい、ここからそのワールドカップに、ね、選ばれる選手が出てくると嬉しいですけどね。そうですね、注目の福岡県頂上決戦。さあ、両校の勝ち上がりはご覧の通りです。メンバーご紹介します。東福岡高校、まずはフォワードからいきましょう。この中に高校ジャパン候補が何人も含まれます。ナンバー8の高平が今年のキャプテンです。そしてバックス、年森春、井上春でハーフ団組みます。井上がプレースキッカー、そして誰を取ってもとにかくトライゲッター、リザーブのメンバーです。リザーブにも高校ジャパンの候補が含まれているという東福岡、豪華な25人。さあ、一方の筑紫高校のメンバーです。こちらのフォワード陣には5人の2年生が含まれています。糸山、非常に強烈なプレーをします。スクラムハーフ中村がキャプテン、草場はなんと1年生でメンバー入りです。久保田がプレースキッカーを務めます、15番です。そしてリザーブのメンバーにも1年生2人、2年生が5人含まれているという筑紫高校です。なお、レフリーは九州協会公認、桑野智博さんです。花園をかけた運命の一戦、まもなくキックオフです。県大会決勝、32年連続の東福岡、まさに強さの象徴ともいえるモスグリーンのジャージ、おなじみです。一方の白のジャージ、左胸には太宰府の飛び梅、筑紫高校、2年連続で同じカードになりました。気温も20度近くまで上がってますが、昨日の雨で若干芝が濡れているところがありますので、築木さん、ちょっとこうところどころややスリッピーな状態ですからね。そうですね、ボールがちょっと転がるとちょっとパスしにくいところがあるかもしれませんね、はい、プレーにどう影響が出ますでしょうか。さて、最初のラインアウトです。ラインアウトでまずボールをまっすぐ入れなくてはいけません。しっかり4番の倉掛がしっかりキャッチします。さあ、いいディフェンスですね。筑紫高校のディフェンスに注目、はい、パウロス。フッカーの今突っ込んでいったのが中塚です。さて、起点をここに作って一旦後ろ、ディフェンスだ、はい、12番の今吉田が抜けました。筑紫高生、敵陣に入った。そしてここで今度は東福岡にナイスタックル、ターンオーバーがあるか。いや、まだボールは筑紫です。吉田君、今いいランしましたね。そうですね、長木監督が言ってたんですよ、はい、今日は自信持っていけ、ボール持ったらみんなにまっすぐの手が最初みたいですね。筑紫高校はとにかくこの東福岡に勝って花園に行くことが悲願。過去秋の決勝では16回の対戦がありますが、いずれも先輩たちが悔し涙を飲んだという経験があります。ノットロールアウェイペナルティーがありまして、東福岡高校、筑紫高校にペナルティーキック。さあ、最初の得点チャンスをどう考えますかね。ここはね、正面ですけれど、おー、ショットできますか。面白いですね、ショットですね。勝ちに、はい、こだわりますね。なるほど、もう真正面、距離は20メートルありませんので、ペナルティーゴールでここは来ます。まあ、あるいはタッチを狙ってそこからラインアウトにしてモールというパターンもね、当然考えられるわけですが、です、ね、さて、先制点を取るチャンスです。
ラグビーの得点の種類はご覧のように、もちろん相手のインゴールにボールをタッチダウングラウンディングしますと5点、プラスその後のコンバージョンゴールでプラス2点、ペナルティーキックでこうやってゴールを狙ってポストとポストの間ボールを通せば3点です。先制点を取れるかどうか。さあ久保田のキック、前半2分先手はなんと筑紫高校、絶対王者を相手にまずは久保田のプレースキック成功です。相手のペナルティーから見事に近くの公園に行ってよく蹴る練習をするというイメージトレーニングをしている久保田のキックが決まりました。さあボールキープできましたね。試合は前半の2分、筑紫高校ペナルティーゴールでまずは3点です。さて先手を取られた、ただまあ東福岡としては全く慌てることはないわけですけれども、はい、ここは自陣で筑紫がボールを前に進めます。このキックの使い方一つどうでしょうか。今日は先ほど最初のキックオフからもう最初取って蹴ってエリアを取ってきたんですよね、はい、そのそこから自分たちの強みであるディフェンスでターンオーバーしての今得点ですので、うん、そのやり方でいくと筑紫高校は結構いい前半持っていかれできるんじゃないかなと思いますけどね。今1番の相良がラインに入って送っていました。そして今12番の高卓に、非常に足の速い選手、バックスはもうみんな俊足です。東福岡強烈な茨城の突進、お兄さんも2年前に同じジャージを着ていました。さあいいディフェンス、澤田が捕まりましたが、しかしここは右にボールを展開していきます。全然ゲインライン切らせてないですよね。つまりボールがまだ横にしか進んでいないというところで、ジャッカルですね。つまりボールを離さなかった反則は東福岡にペナルティー、ノットリリースザボール。今2年生の吉田選手ですか。吉田さんですかね。ということはこの吉田選手がボールを奪いに行こうとした、それをさせたくないと思ってボールを離さなかった、はい、しかし離させなかった、はい、タックルをされた選手はボールを離さなくちゃいけないというルールがありますので、ペナルティーが今東福岡に続いてしまっています。したがって絶対王者を相手にまた敵陣にやってきた筑紫高校です。それではまずは両校の試合前の表情、東福岡サイドは植草アナウンサーです。はい、その東福岡高校の藤田監督は試合前円陣でとにかく自信を持ってやってきたことを信じてバタバタせずに落ち着いてやると、そうすれば最後に笑っていられるのは選手たち、私たちだと選手を鼓舞してましたという東福岡高校サイド。なるほど、今鈴木さんモールにしようとしたんですが、東福岡がそして入らなかったですね。入らなかった、入らなかったからモールにならないので、はい、ということですね、はい、ボールを出さないといけませんね。したがって展開しなくちゃいけないということになります。もちろんすぐにユースイットの声がかかりましたが、さあサイド攻撃、2年生の糸山、今のはちょっと得意なプレーですが、そうですね、今度は倒れ込みの反則、ペナルティーは筑紫高校にありました。従いまして東福岡高校ペナルティーキックです。それでは対する筑紫高校サイド、橋本アナウンサーです。はい、筑紫高校中村キャプテンは60分間筑紫プライドで戦い抜いて今日歴史を変えようと声をかけていました、はい、そして長木監督なんですが、勝つことしか考えていない、最後まで筑紫らしく、一人残らず筑紫らしく勝ちに行こうと力強く声をかけていましたという筑紫高校から、筑紫プライドというワードが出てまいりました、はい、今年のスローガンです。これを刻印した T シャツを着て普段は練習をしていたという筑紫高校15です。さて今度は、東福岡高校ペナルティーキックでハーフウェイライン付近まで陣地を戻しました。筑紫の3点は前半2分、正面のペナルティーゴール成功。さて年森からまずスタンドオフ、そしてセンターとボールが渡っていく、そして13番こちらも俊足。東はちょっとアタックラインの深さを変えてきましたね。そうですか、どう変えました。先ほどゲインラインを切れなかったので、ちょっと深めに設定して走る距離を長くしましたね。なるほど、深くした、はい、なるほど、ね、はい、茨城からそして一旦これは裏へのキックになりますが、50-22ですね。出ましたね、はい、ハーフウェイラインの手前から切りまして、そして22メーターラインの奥にワンバンド以上して出ましたので、今高卓美のキップは素晴らしい50-22という去年からのルール、ね、したがって蹴った東福岡ボールになります。
これを使えるチームは高校級ではそんなに追記さん数多くはないでしょうね。まあ、やっぱちょっと上のチームになってくるとやっぱそこを、ね、はい、対応してくるチームは多いと思いますからね。非常に冷静でした。はい、直接キックが出てしまってはダメ、はい、ワンバウンド以上しなくてはダメという22メーターライン奥への自陣からのキック成功。さあさすがは東福岡というプレーが出ました。今アドバンテージ出てますね。そうですか、はい、東福岡にアドバンテージ、しかし東福岡に優位に展開してますのでプレー続行、はい、プレーは止めません。年森右に展開、そしてあフランカーの松崎、松崎も近づいですよね。縦突破から今度内に返す、そしてウィング西浦トライ、今の逆転のトライです。素晴らしいパスでしたね。はい、トライゲッターの一人左ウィングの西浦、逆転のトライです。前半7分トライのシーンです。この打ち返しの練習アップからやってましたもんね。そうですか、はい、もう一度スローで見てみましょう。年森から西浦へのパス一本でディフェンスの穴を見つけました。逆転のトライ。今日両チームを通じて初めてのトライが生まれました。前半の8分です。5対3から、さあ今度はプレースキックを行うのは東福岡高校スタンドオフ10番の井上春。井上春選手も非常に安定したプレースキッカーで去年の高木選手のようなそんな技を持っています。前半8分東福岡がトライで逆転5対3。その後のコンバージョンゴールを狙うのは10番の井上春です。ニュージーランド代表ボーデン・バレットが大好きというこの井上選手は動画を何回も小学生時代から見てたそうですから、もう今はもう、ね、映像でいろんな映像見れますからね、はい、今の子供たちは本当にレベル高いですよ、スキル持ってるのは。前半7分東福岡高校トライで逆転、そしてその後のコンバージョンゴール井上ですけれど、これは右にそれました。2点リードに変わります。東福岡のプレースキッカーは10番の井上が務めます。得点5対3。前半の9分です。おっとダイレクトです。ダイレクトですね。キックのミスが出てしまいました。筑紫高校直接タッチへ出してしまってはいけないというこのキックオフです。したがってキックオフをやり直すか、だいたいセンタースクラムの選択が多いわけですけれども、東福岡ボールのどうやらスクラムですね。これはそうですね、ファーストスクラムになりますね、はいはい、最初のスクラムはこういった形で組まれることになりました。さあじっくり見てみましょう。まあ、体重で見ますと1人平均8キロぐらいは違うわけですので、はい、まあ、これは合計すると選手1人分違うと考えたらいいわけですが、そうですね、東福岡は結構、ね、スクラムでプレッシャーかけてきますので、はい、チクシはどれだけ耐えられるかっていうのは見ものですね。ボールを入れるのが投入権が東福岡です。あ、そしてポジション違ってますね。そうですね、ナンバー8が入れますかということは8球をやる、はい、そして今スクラムハーフがナンバー8の位置にいました。それほどプッシュはかけずにすぐに出したというそんなスクラムに変えました。まあ、意図としては今すぐに9番がブレイクして8にパスしようというのが意図としてありました。今のも50-22ですね。あ、これもまた 22m の奥ですね、はい、スクラムから直接出してたらちょっとね、分かんなかったんですけど、一回こぼれてますので、50-22になります。したがって 22m ラインの奥にまたバウンドして出ていきましたので東福岡ボールになります。ラインアウト、さあ4番飛ぶか、違う、今度は三木から松崎へのパスになりました。短いスローになりました。東福岡キックを巧みに使っています。ラインアウトのオプションもやっぱ多いですよね、東福岡。そうですね、はい、まあ、だいたい倉掛選手がこう飛ぶというパターンが多いんですが、さあここに選手が集まってきた、どうする、密集を作ります。ボールを作ろうとしますね、はい、前半の7分に東福岡高校がトライで逆転、サイド攻撃です。ここまで前進した、力強い、そのままいった、松崎君、6番松崎トライ、今日2本目のトライです。前半13分、松崎のトライが決まりまして、今日2本目のトライ、東福岡10対3になりました。
今の松崎君のドライブは素晴らしかったですね。そうですね、ただそのサイド攻撃そのままですもんね、はい、ただ田中選手の、ね、はい、サポートも素晴らしかったですね。田中京也選手が後ろから押してますね、はいはい、そしてそのままグラウンディングしました。今日2本目のトライ、10点になりました東福岡です。2本目のトライで東福岡リードは7点です。その後のコンバージョンキック、狙うのは10番の井上春。1本目は決まりませんでしたが今度は成功。井上春選手のプレースキック、去年の高木というプレースキッカーがいましたけども、伝統的に東福岡のプレースキッカーというのは成功率高いですもんね。風がちょっとですね、筑紫高校は向かい風側なんですよね、はい、なので結構東は蹴ればエリアは獲得できる方なので、今みたいにキックを多分対応してくると思いますけどね。ハーフの年森です。さて今度は自陣からのキックでまずは陣地を敵陣にわずかに入った東福岡高校、2本のトライで10点プラスコンバージョンゴール12点です。先制したのはこの試合筑紫高校。今のもやっぱちょっとボール、こぼれたボールに対する反応がちょっと筑紫高校今遅かったですよね。あ、そうですか、はい、うん、そのリアクションを早くしないとやっぱりまた攻撃権取れませんので、はい、スタンドオフからセンター向こう側への高匠のキック、この人はスタンドオフもできる選手、そのまま筑紫高校の選手のワンタッチでタッチです。したがって東福岡ボールになります。いやらしい落とし方ですね、はあ、と言いますと、はい、もう追いかけながら取らないといけないっていう、すごい後ろ見ながらですね、非常に難しいんですよ。今の東福岡のキックはキックパスという意味もあったんですか？あります、あります、はい、スペースもあったんでですね、もう少し手前だったら今ウイングの西浦が追いついてた可能性がありましたね、はい、まあ、風もあったのでちょっと伸びた部分もあると思うんですけどね、はい、風は横風かなというこのグラウンド、画面向こう側から吹いています。東福岡にノックオンがありました。ラインアウトの中で東福岡高校、坪根選手がキャッチしようとしてノックオン、渋い表情です。この坪根選手が184センチ、4番同じロックの倉掛が190センチあります。坪根選手僕ちょっと今日見たいんですよ。ほう、どの辺ですか？あの、彼は高校からラグビー始めてるんですよね、ああはーはー、はい、あの坊主するのが嫌だっていう理由でラグビー始めてるんで、でそれで高校日本代表候補まで行ってるんでですね、ちょっと今後面白い選手かなと思ってます。なるほど、なるほど、はい、2018年の卒業生でジャパンにも入ったワールドカップで活躍した福井翔太が目標だという語る。さあもう一度組み直します。さあ2度目のスクラムです。ボール投入は、いや今のもう一回東福岡、もう一回東福岡ボールになりますけれど、あ、いや筑紫高校ですね。筑紫高校ですか？今3番の茨城選手、ものすごいプレッシャーかけてますね、筑紫マイボールですね、失礼しました、はい、筑紫高校ボールになります。ああ、ナンバー8の位置にはやはりスクラムハーフがいますね。東福岡高校画面左、そしてキャプテンナンバー8高平が本来のハーフの位置にいます。さてここから2番がフッキング、足で各分当然やや弱くなる。ああ、これだけ押しますね。1メーター半ですけれども、はい、ちょっと押しすぎましたか今。そうですね、これ多分今後のスクラムに影響すると思います、はい、はい、押せないのであまり1メートル半までしか押せないというルールがあります。したがってフリーキックが与えられます筑紫高校ボール。まあ、スクラムの中での反則、あとはバインド不十分であったりプッシュがちょっと早すぎたりとか、はい、ね、いろいろありますけれども、今のはちょっとプッシュをかけすぎたということになります。一つピンチを脱しました筑紫高校。久保田選手です。うまいですね、キックがやっぱり15番ですね、はい、彼のキックでやっぱりエリアをかなり獲得できますので、まあ、そのあたり使い方が一つ鍵というのは15番の久保田であり、それからスタンドオフの筑紫高校は1年生草場壮志のキック、このあたりもそうですね、前半16分です。東福岡2トライで9点のリードとなっています。筑紫高校はちょっと反則を今ずっと続いているので、はい、なるべく取られないようにしないと、はい、苦しい展開になりますね。いいディフェンスしますね、今の反則がありましたがですか、ね、あ、ここは東福岡高校にペナルティーキック、したがって4番の選手今オフサイドということで、その前のアドバンテージを見てましたね。あ、
引き落としたんですかね。はい、したがってこの位置になります。ラグビーの場合はやっぱり反則するとかなりエリアを挽回されるので、やっぱ反則をしないようにやっぱ心がけていかないとチーム全体に影響出ますから。井上のキックは伸びました。はい、キックですね。22メーターラインの奥まで来ました。東福岡のトライは2本、そしてペナルティーゴールが決まったのが筑紫高校、その差は9点です。前半の17分、東福岡2トライでリード、またチャンスです。この位置でのラインアウトはしっかり取りました。そしてまた松崎、今度は左サイド、年森が様子を見て、まずはつぼねを選択、そしてつぼねが一つ前に突っ込む、耐えどころですね、ここは。いや、そうですね、ゴールラインをただ背にしているので、ね、前に上がるしかありませんので、8の高平グラウンディング、そしてさらにはいいコースですよ、高見ですね、高君、村上君かな、はい、さらに行きます、いいですね、サイド、あ、ここはトライです、ナンバー8、最後は高平がポストのやや右側、トライです。今日3本目のトライ、東福岡17対3とリード。あー、ここにいた高平にすぐパスしまして、東福岡3本目のトライです。バックスタンド、東福岡の応援席です。今日高平初めてのトライ、長崎出身、長崎南山中学に在籍していて、そのまま強豪校に進まずに東福岡を選択です。今みたいに高平選手みたいにやっぱりあのボールに対して走り込むっていうのはやっぱりちょっといいかもしれないですね。あ、そうですね、筑紫高校前に出てくるので、はいはい、井上のプレースキック、今日3本目のコンバージョンゴール。まあ、この井上がですね、とにかくもう小学生時代からずっとバレットの映像ばっかり見て研究をしたそうですね、プレースキックのね。3本目成功、リードは16点となりました。3トライ2ゴールです。でも中学校時代はバレ、あの柔道なんですね、井上選手は。井上さんは、そうですね、ラグビーと並行してやってたということでしょう。はい、さあ筑紫高校はここで逃がしたくないですね。前半の19分、東福岡3本目のトライを奪いました。今のは当たってないかな、伸びましたね。今ちょっと筑紫高校のディフェンスの上がりがちょっと、はい、バラバラになってたイメージがあります。103回目を迎えました全国高校ラグビー大会。ラインアウトはノットストレート、ボールがまっすぐ入りませんでした。ボールをまっすぐ入らないと、さあ相手ボールでスクラム、もしくはラインアウトのやり直しということになります。103回目を迎えます全国高校ラグビー、舞台はもちろん花園です。花園で行われる全国高校ラグビーは夏にラグビーの競技が行えませんので、インターハイの一環として行われます。来年は福岡県、佐賀県など北部九州4県がインターハイの舞台になります。前半20分、今日3度目のスクラム。さあ、ブラインドサイドしましたね、狭い方ですね。さあ、初速速いですよ。あ、この深田という選手も本来フルバック、センターもできますが、得意のウィングに今日は入っています。2年生の深田、アンダーセブンティーン、17歳以下の日本代表の選手です。深田選手は春はメンバーから外れてたんですけどね、はいはい、また戻ってきた、実力でそして力で戻ってきました。まあ、東福岡には本来14番には松尾啓斗という選手がいますが、1ヶ月前の国体で腓骨の骨折、まあ、現在はゲームに出られない状況ということだそうです。しかし層の厚さが非常に、そうですね、東福岡は毎年そうなんですが、誰かが出てきますんでね、もう次から次にスターが現れますからね、はい、しかもどの選手もレベルが高い。ただ先ほども深田選手やっぱ初速が速いですね、1歩2歩がやっぱ練習の成果なんですかね、東福岡はバイクトレーニング入れてるんで、うん、
結構もうスピードを意識してるんですよね。深田選手、先ほどご紹介しましたが滋賀県の出身です。前半21分、東福岡3トライ2ゴールでリード。さて向こう側のタッチから今度は熊本出身の田中京也がボールを入れます。早い攻撃になりました。ディフェンスそのものは鈴木さんどうなんでしょう、ここまで20分間筑紫高校。あ、いや全然その前に出れるときはすごいいいディフェンスをしています。ただそのキックするかなっていう時の上がり方がみんなバラバラなので、あ、そうなんですね。そこを見られたらつけ込まれる可能性もあるのでちょっと心配してます、はい、自陣からの久保のキック、やはりその自陣で回すのはリスクあるので。そうですね、今みたいなキックはもう懸命だと思います。筑紫はこうやってキックをどうやって使うのか。なるほど。で、まあ、得意のディフェンスで、はい、あとはターンオーバーを目指したいですね。あ、なるほどね、はいはい。まあ、そうすると筑紫ゾーンができるかなというところですけれども、さて今のところ筑紫はノートライ。ただこの東福岡のアタックラインの深さですよね。あ、そうですか、はい、深く敷くんですね、はい、前半の22分です。ん、東福岡の選手にどうも当たりましたか。当たりましたね、そのボールが今、はい、これこういう時チャンスですよ。筑紫ボールですからゲームはそのまま続行、はい、どうやらアドバンテージがありました。今三木君ナイスタックですね、はい、あ、先ほどのノックオン取りますね。レフリーがしばらく、この桑野さんがノックオンありましたけれども、まあ、これは、まあ、ノックオンというよりも肩あたりに当たりましたんで、はい、防ぎようのないノックオンだったのかもしれませんが、その大きく弾かれた疲れたボールは筑紫が優位に展開していました。さあここで一旦ゲームが止まって筑紫ボールのスクラムに変わります。ちょっとつぼね君が痛めてますかね。ちょっとなんかスクラムに戻れないですかね。大丈夫ですかね。はい、今戻りそうな感じあります、はい、サイズは大学生ですからね。184センチ94キロ。そうですね、もともと野球ということで。深谷さん、はい、どうぞ。先ほど東福岡高校の3トライ目を決めたキャプテンの高平選手なんですが、試合前とにかくスピードを上げてと、月さんのようにスピードを上げてミスを少なくすること、これが勝利につながると、そう話してました。とにかくミスがこれ一つ、はい、準決勝ではちょっと目立ったというのが、ミスが多かったので珍しくありましたんでね、はい、春の大会はやはりこの筑紫高校との対戦ありましたけれども、その時はなんと後半10分までは相手にリードを許した東福岡高校。これも 50-22 を狙いましたかね今。しかしここはキャッチしました。そして 22m ライン外側からのキックですからタッチです。今のは蹴り出しても多分 50-22 にはならなかったですか、はい、ただ今久保田君はナイスフィールディングですよね。結構中央付近まで戻しましたので、やっぱキックうまいですね。まあ、一つ鍵を握りますね今日ね、はい、得点は19対3、前半25分になります。東福岡3トライ。前年度花園を制しました東福岡高校7度目でした。そして今年の県大会決勝、春にちょっと苦しめられた相手筑紫高校相手に今のところ3トライですが、ただ筑紫もディフェンス頑張っています。ただ今ハイタックルのアドバンテージが出てますね。そうですか、はい、まあ、ハイタックル、つまり今はもう首とかいうよりもその下の胸あたりもダメですもんね。そうですね、胸骨あたりからもダメになりましたので、結構タックルする側は難しいんですよね、これ。あ、そうですね、はい、思わずその高めに、あ、今そのジェスチャーをしましたね、はい、今レフリーの桑野さんのジェスチャーがそうです、ハイタックルです。もう首にかかっていたら前の以前はダメでしたけども、そうですね、この2人目のプレイヤー肩が胸に当たってますんで、はい、高平選手それでも倒れないんで、やっぱ強いですよね。いや、やっぱり体幹強いですね、はい、でも本当やっぱり上に行くと危ないので、はいはい、今厳しくなってますね。ここまで戻してきました。さてビッグチャンスになりました。井上のキックでもうおそらくこれ5メートルのところのラインアウトになりますね。そうですね、ま、5メートル以内でラインアウト組むことはありませんけど、はい、ここからのラインアウト、さあ攻撃のパターンはどう展開されるのか。もうラインアウトでラインにこうやって選手がゆっくり来る、やっぱり4番か、やっぱりこれかけか、そう見せかけて松崎でした。そしてそのままトライか、押し返してますよ、ちゃんとノックオンのアドバンテージが出ます筑紫高校。東福岡ノックオンがありました。今よく粘りましたね、
まあでも面白い攻撃でしたね今ね。やはりいろんなオプションを持ってますね、はい、今倉掛に合わせようかというところでスルスルっとフランカーの松崎が入ってきました。その松崎がキャッチ、そのままトライかと思われましたが、どうやらボールを前に落としました。ノックオンです。前半3トライ東福岡高校、手元の時計27分を超えました。また新しいサインディフェンスしてますね。東はナンバー8の高平選手をスタンドオフの位置にディフェンス置いてます、ね、スタンドオフが今ね、はい、あのスクラムハーフの隣に立ってるわけですから、本当やっぱ面白いですよね東福岡。そしてスクラムハーフがナンバー8の位置で、これでターンオーバーで高平選手が突っ込むわけでしょうね、はい、そしてこれは止めれない、これ止めれないですよ高校生は。後ろに高平が残ってたナンバー8の位置ではなくて、はい、スタンドオフの位置にいたということになります。今日4本目のトライ、東福岡高校キャプテン高平自身は2本目です。ここにハーフの位置にいたスタンドオフから、スタンドオフの位置にいたナンバー8が持ち込むトライです。お見事。横からのカメラでもう高平を止める壁がありませんでした。高平選手はステップ踏みますからね、また止めにくいですよね。素晴らしいランニングコースでしたね今のは。前半28分、高平今日2本目のトライ。高平選手は長崎の出身、長崎南山高校はよく花園にも出てくるチームですが、その系列校の中学校の出身でもあります。しかしあえて長崎から福岡の地東福岡を選んでやってきた。そして今度はコンバージョンキック、井上トライの後のコンバージョンキックです。これも綺麗に決まりました。26対3、まだわずかに前半時間が残っています。まあそうやってですから、全国から東福岡高校のこのラグビーに築さん憧れてやってくる選手が毎年増えてますね。もうね、去年も日本一になってますから、やはりまだ興味持つ選手が増えてると思いますね。そうですね。さて築士としては前半最後のあと残り1分、大事に戦いたいですね。うん、タップしましたがノックオンかな。ちょっとやっぱ築士高校ボール持ててないですもんね、ずっとディフェンスの時間が長いのでちょっと苦しいかもしれないですね今は。アドバンテージですが、しかしここは東福岡が展開しています。今度は年森広い方を使います。フランカーの幹からさらに突っ込んでいったセンター、東はオプションが多いので、その1人だけじゃなくてパスがあのオプションにあるので、はい、絞りづらいんですよねディフェンスとしては。なるほど。さあウィング2年生の深田、お兄さんも今チームに在籍しています。深田選手はやっぱり所属本当早いですね。早いですね、はい、準決勝でもトライ決めましたけれど、準決勝ではセンターでの出場だった14番の深田、フルバックもできます。もう一回幹が今度は深く放りました。ほぼ真後ろに放ってますからね。甲から13番村上有志、そしてキャプテンから11番の西浦から戻す、高平に戻ってきた。さらにこれが22メーターラインです。もう一度内に返す、一、はい、人でここまでゲインしていくハンドオフ。さらに年森、ここに一番の澤田選手、今澤田海星から今度高匠、さらにもう一回13番の村上有志。村上有志は岐阜県からの東福岡選択。そして今スクラムハーフ年森トライ。まあ非常にクレバーなスクラムハーフです。声も本当によく出しています。ここはサイドに、ああ一旦パスフェイクで見せておいてのトライです。はい、もう巧みですね。年森選手は周り見えてますよね。そうですね、テンポもやっぱ素晴らしいですよね。まもなく30分です。前半おそらくラストプレーになるでしょう。スクラムハーフ年森春のトライが決まりました。今日チーム合計で5本目のトライになりました東福岡。前半31点、手元の時計は30分をすでに回っています。おそらくラストのプレーになると思われます。前半手元の時計は30分を超えました。コンバージョンゴール成功で33点となりますが、井上春今日は3本、
入れています。戻るか、いやここは入りました。ギリギリのところポストを通しました。103回目を迎えた全国高校ラグビー大会決勝戦は33対3で折り返します。サイドが入れ替わりました。後半今度は筑紫高校のキックオフになります。さて前半は東福岡高校がトライ5本、33得点でリードは30点あります。なお筑紫高校はハーフタイム出まして、今度は後半から14番ウィング大木選手に代わりまして安永慶三選手2年生が入っています。1人メンバーが変わりました。さてサイド攻撃をしていったのはフッカーの中塚でした。さあ立て直しのまずポイントというところですけれども、タオバなんですね。中でボールを取るのは巧みですね。オフサイドなんですね。筑紫高校たまらずオフサイドです。それではハーフタイム両チームどのような指示が出たんでしょうか。東福岡サイドからいきましょう。はい、ハーフタイム中東福岡高校の監督の藤田監督は、はい、最初にお前ら何やってんねんと、そして最後にフォワード相手を待ち構えて切り裂いていく、それそしたら筑紫は怖くない、それが東の強さやろ、しっかりやれと、そういう指示が飛んでいましたね。そうですか。まあ藤田監督にはやっぱりまだまだ自分たちの動きではない部分が見えていたわけですね、はい。まあ、特に前半まずは 2分に筑紫が先手を取ったのがペナルティーゴールです。さて一方の筑紫サイドはどうだったでしょうか。はい、まず中村キャプテンなんですが、まずミスをなくそう、そしてまずは自分たちでボールを持って自分たちのスピードでプレーしようというふうに話していました。そして宇田副キャプテンも話していまして、はい、スクラムを絶対に修正する、思い切り行こうというふうに声をかけていました。長木監督なんですが、逆転のためにまず一歩、その1点を取りに行こうというふうに話していました。東福岡高校が敵陣に入ってここまで密集で押してきました。モールですという両チームの修正点。サイド攻撃は今つぼねがいった、はい、そのまま近づく、ね、長身つぼねがそのまま長い手を伸ばしていきました。トライ、後半初トライはつぼねです。東福岡高校38得点。高校からラグビーを始めたというそのつぼね選手の動き、関さんどう映ってますか。いやもうなんかその初めて3年目と思えないプレーですよね。あの彼みたいなプレイヤーがやっぱり多くね出てきたら嬉しいですけどね。はい、つぼねのトライで東福岡後半2分でまず得点しました。前半はトライ5本、後半初トライはわずかに2分でした。東福岡高校完全にペースを掴んでいます。トライの、はい、あれですよね、やっぱオフサイドからなんですよね。あの筑紫のね、はい、はい、やっぱ自分たちで規律ちょっと乱してしまっているところがあります。はい、前半の2分に先手を取られた東福岡高校、その後はトライの山、そして前半5本、後半2分で早くも後半初トライ、その後のコンバージョンも成功です。後半は2分に東福岡トライ、リードが37点となっています。去年の決勝戦は後半の中盤あたりに筑紫高校が支配する、そんな時間帯がありました。まあ、今年は東福岡は鈴木さんが3月の、ね、はい、全国選抜高校ラグビーに出場していきなり決勝戦、そうです ね、 ですね、はい、まあ、首脳陣によるとほぼ生徒に任せてたって言いますから、それがあそこまで行ったんだから大したものですよと、もうチーム作りというかもう本当個の能力でですよね、神奈川桐蔭学園に屈しました。そしてここで筑紫高校にまたペナルティーです。ボール離しませんでしたか。いや今のはつぼねさん、つぼね君うまかったですね、うん、当たった後に自分で引き倒して自分で取ってるんですよ。そうですか、はい、一人で3役ぐらいしますからね、はい、新チームになって高校選抜ラグビーは準優勝、
そんなスタートです。まあ全国2位からのスタート、これはまあまずまずと言っていいのかなと思いますが、その東福岡高校ほぼほぼ同じメンバーで現在戦っているということが言えます。まあ、あとは前半でもご紹介したウイングに松尾圭人選手がいますが、松尾選手は現在はメンバーから外れています。1ヶ月前に骨折ということで、まあ、その時のメンバーと若干違いはありますけれども、よく似たメンバーでここまでやってきた東福岡高校。ただ九州大会は佐賀工業戦わずかの1点差の勝利という薄氷の勝利でした。さあここはモールになりました。前進していきますね。そもそもモールは筑紫高校も得意としてますが、うまく対処できたかどうか。さてここからどう出す、広い方に行った、おドロップボールか、よし、はい、違いますね、パント上げてきましたね。パントですね、キックパスではなくパント。そのこぼれ球を拾った西浦ですけれども、ボールをこぼしてしまった。その前にトライまでは行っていません。アドバンテージありましたね、一旦前に落としましたんで、その前にアドバンテージを取っていました。コラプシングですかね、先ほどのモールを故意に崩したと思いますけどね。筑紫にペナルティがあったんですね、はい、はい、それで蹴ったと思います。コラプシングですよね。まあとたまらず故意にというよりは崩れてしまったというところなんでしょうけどね、はい、そこから展開していった東福岡高校、スクラムの選択になりましたね。ペナルティーキックはスクラムを選択することも可能です。今度はポジションごとにまともにスクラム組みますね、東福岡。そうですね、ただ左に7番がいますか。あ、本当ですね、そこだけですかね。クラウチ後半6分、この位置でのスクラムを得ました。東福岡高校は相手のペナルティーではありましたが、ペナルティーキックの選択ではありません。スクラム選択、この位置でね、ペナルティーキックをスクラム選択っていうのは、何かかつての日本代表対南アフリカ戦ちょっと思い出しますけど、はいはい、そうですね、まあ、ちょっとシチュエーション違いますけど、はい、まあ、やっぱり一番ゲインライン取りやすいのはスクラムだという判断でしょうね、はい、ここはペナルティーキックはスクラム選択です。レフリーの掛け声3段階、クラウチ、バインド、セットで今スクラムがきっちり組まれました。ボールを入れた瞬間にプッシュをかけられますが、あーキープしますね、筑紫高校。ここから球出しサイド攻撃ナンバー8、そのままいった、結局フランカーが行きましたか、いやナンバー8ですね、はい、早くですか、今日3本目になりますか。キャプテン高平は前半2トライ、後半チーム2本目のトライは自身3本目のトライでした。まあ、いろんな攻撃パターンがあります。で高平選手はあの、はい、コンタクトする瞬間低いんですよね、ただタックル入れないんですよね。別の角度からのトライシーンです。わスタンドオフのね、今高平に草場が吹き飛ばされましたもんね、はい、ただ1年生の草場君もね一生懸命言ってますけどね、全く今その力が相手にかかりませんでした。後半8分を過ぎました。東福岡2本目の後半トライを決めまして、コンバージョンゴールも成功、これで後半だけで14得点ということになります。東福岡です。後半8分です。得点47対3になりました。東福岡のリードが広がっていきます。後半2トライ、今もアドバンテージ出てますもんね、筑紫高校に反則がありました。今度は松崎ですね、まあ、ナンバー8が止めに行く、糸山が引きずられました。筑紫高校、さあ筑紫としてはディフェンス頑張ってはいますが、どこかでボールを取りたいということですか。早野さん、はい、筑紫高校8番の糸山くん2年生なんですが、今日はとにかく声を出していました、ハーフタイムにはキャプテン副キャプテンに続いて声かけを行いチームを鼓舞しています。うん、という2年生の糸山雄太、スクラムからのプレーを得意としてますが、さてここは左展開余ってるぞ、ボールが
西浦まで行けばというところでしたけども、トライゲッター今隅田がちょっと捕まりましたが、フルバックが入っています。この隅田も決定力のある選手です。ただ今筑紫高校は前出れないけどしっかり流して、はい、みんなで止めてましたね、はい、茨城から今度はフランカー三木、さらにはもう一人のフランカー松崎から右へのパスがちょっと流れた。ここでノックオンがありましたか。ここで東福岡今日珍しいノックオンということになります。さてここから筑紫がどう攻めるかちょっと注目したい後半の10分です。しばらくアタックできてませんからね、各選手ボールを触れてませんもんね。加山さん、ナイスタックルありました。どうぞ。筑紫高校なんですけれども、はい、ハーフタイムに中村キャプテンがまず自分たちでボールを持ちたいというふうに何度も話していました、ボール持たないと勝てませんから ねそうやってボールを回さないと、はい、さて筑紫高校がマイボールのスクラムを終えています。背中9番中村湊斗はキャプテン、野田、中塚、森田という一列目で組んでいます筑紫高校。画面左側、後半10分、東福岡高校に大量リードを奪われている筑紫高校、なんとかワントライに結びつけたい。キャプテンがボールを入れます。めくられた、めくられた。もう宙に浮いた選手がいた。森田が今ちょっと足が浮きましたもん ね高校でなかなか見えないなかなかない、スクラムがめくられそうになりました。まあ、東福岡の澤田、田中京也、茨城というのも本当に強烈な1列目です。ただ筑紫高校はこの夏の合宿ではスクラムの強い学校に武者修行に行きました。その成果を出したいところですが、 いいところでキック、さらばはフランディングトライ。最後は深田ですね、ウィング2年生の深田、トライです。井上選手絶妙ですね、落としどころも。ああでした、なるほど。去年の報徳戦をね思わせるような裏キック。この井上のキック、裏へのキックですね、いわゆるね、はい、はい、これが、まあ、結局キックパスというよりはそのままボールをラッキーバンド拾いまして深田がトライです。単純ですよね、やっぱりその攻め方としては、うん、裏にいないからキックする、ええ、でキックされるから裏を守るじゃないですか、うん、そしたら外側が開くっていうですね、はい、やっぱ東はそこら辺の判断がやっぱ早いですよね。まあ、その作業を非常にスピーディーにやってると。そうですね、基本的な作業ですね。もう 1,2 秒の間に判断するということですね、はい、後半12分が過ぎました。東福岡高校後半だけで3本のトライ。前半ペナルティーゴール、そしてコンバージョンゴール、合計しましてこの井上これで6本決めてますが、ここは珍しく外しています。さあ、いいところに動かします。このボール取りたいんですよね。そうですね、落ちたボールですね、はい、後半13分になります。なお東福岡高校はメンバーが3人入れ替わりました。1列目の選手2人、フッカーの田中、そしてプロップの3番茨城海斗、さらには14番深田がゲームをアウトしまして、新たに17番の高谷慎之介、18番の後藤武、さらには25番一ノ瀬壮と3人を入れました。ウイングとそれから1列目を変えています。東福岡です。結構東としては早い交代ですよね。そうですね、もう少しね、ゲームの中盤あたりというパターンもありますが、ただもう少し選手を入れ替えてくる可能性はあります。今のも中村選手気持ち入ったチャージですね。ここはノータッチですね、失礼しました、ノータッチです。さて筑紫高校チャンスになりました、カウンターです。さて筑紫アワーにできるかどうか、まずはサイドを一つつく。今のもちょっと2人目の寄りがちょっと遅いイメージありますね。そうですか、はい、右へ展開している。ここまではねボールは横には動いてますが、前に進められるかどうか。もう一度今度は右への展開、少しずつ下がっている感じの筑紫高校。今度は左、ノックオンですかね。まあそうですね、ボールをちょっと地面すれすれでキャッチしようとして前に弾いたという判定になりました、ノックオン。筑紫高校も必死のプレーですけれども、
筑紫高校ナンバー8の2年生今糸山が映りました。あ、ここで19番の志田原選手が入っていきます。したがってロックの川波との交代となります。そのまま5番の位置に19番の志田原が入りました。筑紫高校もこれで2人のメンバーが変わりました。こう見たら筑紫高校バックス結構若いんですよね。そうですね、はい、後半14分筑紫高校チャンスがあったんですがノックオンで結局相手ボールとなっています。さあここは高平がボール入れますんでナンバー8ですから、まあ、おそらく東福岡高校としてはいわゆる8球の反対ですね。はい、9-8ですね。9-8というのをやる可能性がある程度予想できます。ある程度スクラムを押せると思うので、ええ、まあ結構そのフランカーの筑紫高校はフランカーとしては出足が遅くなるんですよね、ええ、その時高平選手がどこまで持っていくかっていうのはちょっと見たいですね。どっちのサイドを攻めてくるか。でこれまたキックもアクション頭にディフェンスあるはずなんですよ。筑紫高校は非常に守りづらい位置ですね。これは後半の15分ここでのスクラムになりました。あ、ここでペナルティーですか、うん、組み勝ったのが東福岡高校のこのスクラム、うん、スクラムを崩したということですね。まあ、したがってペナルティーです。東福岡高校コラプシングペナルティーを得ました。まあでもこういう反則を減らさないと、うん、なんか結局自分たちで苦しい展開を持っていってしまっている感じがありますね。そうですよね、はい、ここで東福岡高校また2人選手がどうやら変わるようです。確認できましたらお伝えしましょう。今末を、失礼、東福岡高校の西村上園の後ろ姿が見えましたのでスクラムハーフどうやら変えますね。あ、中村選手変えるんですか。スクラムハーフの、筑紫の年森ここでお役御免となりました。東ですね。そして、はい、そうですね、高匠この2人が変わりましてスクラムハーフに西村がおそらく入るということになります。上園もスクラムハーフができます。今のはノットストレートでしたね。今のは筑紫高校のフォワード陣が笛を聞こえてなかったことですね。後半17分、さてここからスクラムになります。筑紫高校陣内に入っています。筑紫高校は今年3月にはニュージーランド遠征も経験しました。そして夏には長野県菅平高原に行って合宿、まあ、さらには今年6月の6日に開所したばかりという福岡市東区にあります日本ラグビーのまさに強化拠点ジャパンベースでも試合を行って強化してきた筑紫高校、まあ、スクラムの強いチームとはもう40回ぐらい1日スクラムを組みました。そんな話をしてくれました筑紫高校の選手たち。サイドを抜けていったキャプテン、いや12番でした、センターの吉田篤。そしてここでナンバー8の糸山が行きます。ノットリリースですか、ね、あ、そうですね、ノットリリースザボールが筑紫高校にありました。マネージャーは10人で現在構成されているそうです。筑紫高校部員は総計86人。バックスタンドにはこのように生徒の応援風景です。さて向こう側のタッチを狙います。まあ、そうやって強化してきた筑紫高校なんですが、まあ、今のところスクラムでは完全に東福岡に支配を許しています。さてこの位置でどうやら高谷慎之介17番がボールを入れそうです。ラインアウトになります。今日この再三やるラインアウトのパターン、ゆっくり東福岡の選手が入っていきます。そうですね、でどうするかというのは相手に読まれないようになんとなく集まり始めてどうするんだというところですが、背中19番今度は中山がロックの位置に入りました。そして今4番やはりロック倉掛がしっかりボールをキャッチ。ボールは今持っているのが高谷慎之介、そのまま入った、トライ。モールをプッシュオーバーしました。途中出場の高谷慎之介のトライ。
合計52得点、57得点となりました。途中出場の高谷のトライでした。高谷選手は辻さん、中学校までは神奈川県桐蔭学園中学、神奈川からです、しかし桐蔭学園高校でなくて東福岡高校をあえて選択したというね、そんな進路の選手もいます。高谷選手が普段言うのは、花園に行って今度は桐蔭学園高校を倒しに行きたいと。友達とかいっぱいいるでしょうからね、あえて逆に逆サイドに回ってきたということなんですが、後半トライ4本、前半5本ですから合計9本のトライです。手元の時計でまもなく後半20分。コンバージョンなりませんが、前半後半合わせて9トライ、さらにはコンバージョンゴールは6本決めています。後半残りはあと10分少々となりました。57対3、福岡県の頂点を決める戦いはまだ筑紫がトライを奪えません。いやー、1本取るのは大変なんだというところをね、今感じてるでしょうけどね、アタックさせてもらってないですからね。とにかくボールはまずこうやって相手が蹴ってくる、今マイボールですから。さて筑紫、いいでしょ、積極的いいでしょ。久保田が入っていきました。狭い方に行かずにキャプテンは右選択、途中出場19番、今志田原が行きます。さらにもう1回サイドアタック、いいリズムじゃないですかここは。 いいですね、ちょっとただ2人目がちょっとやっぱまだ遅いんですよね、はい、東福岡に比べるとですね、わずかな差なんでしょうけれども、はい、アドバンテージですね、はい、東の密集の中でノックオンがありましたが、しかし筑紫がボールを支配しています。そのまま桑野さんは試合止めません。筑紫の攻撃ゾーン、どうやら時間帯としては筑紫なんですが、先ほどのノックオン取ります、はい、取りましたね、先ほどのノックオンを取ります。東福岡はさらに1列目1番の澤田と、それから7番の三木翼をグランドから下げまして、そして16番杉村と、それから21番内田と入っています。さらに筑紫高校も2人の選手、今背中が映っていますが、21番中山はフランカー、そして23番藤田はセンターをに入る選手です。さあこれでお互いにかなりの選手が変わりました。東福岡高校は今8人ですか、7人ですね、7人変わりました。筑紫高校は4人選手を入れ替えています。ここちょっとね、ディフェンスしづらいエリアなので、アタックは筑紫高校としてはちょっとどうにか得点まで持っていきたいですけどね。なんかサインプレーがありそうな感じありますけどね。真後ろが2人います。後半の19分、筑紫高校のスクラムからの展開は、お、いいですよ、いい、ここまでゲインしました。久保田選手やっぱいいですね。大きいですか。あっと、落としてしまった。前に落としました。ノックオンがありました。やっぱ久保田さん本当にいいランニングしますよね、うん、チャンス結構作ってるんですけどね、ここは残念ながらボールがつながらなかった。筑紫高校つながってると、ひょっとしたら今日の最初のトライにつながるかという、そんな今プレーでしたけれどね、はい、後半は23分を過ぎています。手元の時計、左上の時計が今少し動いていませんでしたが、現在後半は20まもなく4分というところです、はい、結構メンバー変わっているので、もうスクラム自体も新しいものと思ったらいいかもしれないですね。あ、なるほどね、はい、そしてスクラムハーフもご覧のように22番、今西村宗次郎がボールを持っています。後半24分を回りました。手元の時計です。先ほどまでの年森選手とはまたゲームメイキングが違う可能性がありますが、ここで耐えきれなかったか、ペナルティーです、
スクラムでまたペナルティーと2度目ですかね、今日スクラムでペナルティー取られたのがもったいないですよね。まあ、でも追記さん、やっぱりこれは東福岡のスクラムの強さを物語っているということですね。おそらくちょっとまあそれに対抗しようとした結果かと思うんですけどね。はい、ただこうやっぱ敵にボールを与えてしまうような結果になってしまっているので、まあ、その分圧力に耐えきれずに思わずスクラムを崩してしまうというそんな状況になっています。さて試合時間も後半残りあと5分少々となりました。この位置から高谷がボールを入れます。またのボールがまっすぐ入りませんでした。ノットストレートとなりました東福岡高校です。ちょっと後半に入ってノットストレート目立つようになりましたね。そうですね、103回目を迎えました全国高校ラグビー大会。前年度優勝の東福岡高校がもう残りあと5分のところまで来ましたけれど、前半5本、後半4本、9本のトライを奪いまして現在リードしています。103回目を迎えました全国高校ラグビー大会の福岡県の決勝、前半5本、後半4本、合計9本のトライで東福岡リード。残りは手元の時計でも5分を切りました。ちょっとラインが浅いかもしれないですね。東福岡ですか。あ、いや、筑紫高校ですね。筑紫高校ですか。はい、ラインが浅いと結構絞りやすいんですよね。絞りやすいというのはディフェンス側ですか。ディフェンスを、はい、タックルしやすいというか。ここもしかしタックルされた選手ボールを離しきれませんでした。ノットリリースザボール、ペナルティを犯してしまいました。まあ反則がどうしても多くなってしまいます筑紫高校。継続したいんですけど、やっぱファーストフェーズセカンドフェーズ1次攻撃2次攻撃目でちょっと反則を起こしてしまっているので、そうですね、やっぱりちょっと継続することを意識したいですけど ね。去年の決勝戦は1本トライを決めました。しかし今年東福岡に9トライ、去年は12本取られたトライですけれども、さて耐えられるかどうか祈るような気持ちで、ちょっとモールも先ほど取られてますからね。マネージャーです。ここはでも追記さん、モールにまたしてくる可能性が、まあ、ありますよね。ありますね、はい、さあこうやって集まってきて結局やっぱり倉掛に合わせました。モールを作っている、同じような形で今高谷がサイドを伺う、もう少し前進する、まだ高谷がボールを持ったままフランカーも入った、その他の選手も入った。さあ行きそうですね。そのままどうもモールプッシュオーバーか、サイド回転するトライ、最後うまいですね。今最後はね、中山英樹選手が今体をくるっと横に回しながらのトライでした。ナイストライ。62対3 10本目のチームトライになりました。この中山英樹選手の体の使い方、最後うまかったですね。あのままだったらあのグラウンドでできずに相手ボールになってましたからね、はい、モールの一番後ろ19番の選手です。こうやって、あ、体をね、こうやって一旦自分で自分をめくりながらくるっと回るトライ、はい、まあ、一つフィットネス、そして体のコントロール、まあ、こういったところも非常に巧みです。ああやって体を回転させるプレーはラグビーでもよくありますんで、はい、ただそれをどの場面でやるかっていう判断ですよね。多分練習してると思うんですよ、結構東の練習見ててもですね、はい、ああいう体の使い方は結構こだわってますんで、それが生きてますね。さて後半も残りあと手元の時計で2分少々。このゴールは逃しましたけれども、今日は6本ゴール成功です。もう後半残りほとんど時間がありません。103回目を迎えた今年の福岡県大会の決勝、全国高校ラグビー大会、後半やはり前半同様5本のトライを奪いました東福岡高校です。さて残り時間で筑紫魂を見せられるかどうかという、あと1分少々の時間帯です。パスがつながらないシーンがやっぱり、これは東福岡高校のやっぱり、お、抜けました、抜けた、2人のサボタがない、これ久保田があと1人2人います。久保田が最後タックルで捕まりました。まだしかし筑紫がボールを支配、チャンスになりました。さあこれ乗っかりたいところですね、勢いに、
このラインが22メーターライン。これやっぱねまだもら待ってもらってるんですよね。ああ待ってもらってる、はい。もっと走り込んでもらった方がいいかもしれない。まあなるほど勢いをつけて。はいはいはい、そしてなかなか相手のディフェンスが揃っている。そのハーフがボール触るまでは出れないっていうんですね。そこをうまく活用するためにもやっぱり走り込んでもらった方がいいかもしれないですね。足に一度引っ掛けましたが下がってします。まあなかなかゴールラインが遠い今日の筑紫高校。先手を取ったのはペナルティーゴールでしたけれど、まだノートライ。左に振ります。盛んに選手が突っ込んでいく。今度は井上右を見ている。糸山の後ろから、はい、いいプレーですね。久保田君もやっぱり、ええ、そのオフロードもしようとしてましたけど、2人目が遅かったっていうのがありますけど、やっぱりいいランニングになってますね。まだ筑紫の時間帯は続きます。手元の時計30分を超えました。ここでボールがこぼれましたか。ノックオンです。ここでノックオンです。まだ時間はあります。ノックオン。東福岡ボールのスクラムに変わります。ボールがつながりかけるんですが、今日は本当に追記さん何度か攻勢に出るシーンがあってパスがつながらなかったりノックオンがあったりと、まあ、やっぱ相手がいるスポーツですからね、やっぱ相手のプレッシャーの中でしないといけないので難しさはあると思うんですけど、まあ、そこが思い通りいってないですね、はい、筑紫高校なんとか1本トライをというところなんですが、もう手元の時計は30分を優に超えました。ノーサイドの瞬間は近づいています。東福岡高校決勝戦は32年連続で出てきています。このままノーサイドになりますと24大会連続の花園、そして前年度の大会花園を制しています、はい、もう狙われる立場ですからね、そうですね。秋田工業15回、そして同志社中学8回に並ぶ優勝を目指している東福岡高校がノーサイドまであともう組み直しですね。あと少しなんですが筑紫が粘れるか。62対3。ああ、そして画面右下は松尾啓斗選手が映りました。左足の腓骨の骨折は1ヶ月前、本来ならば14番をつけてグラウンドにいるはずの選手でした。花園出場を決めればあるいは間に合うかどうかというそんな状況だそうです。プレッシャーを最後まで受けますが、最後の筑紫の粘り。糸山のサイドアタック。今のも糸山君気持ちが入ってましたね、そこでは負けてませんけどね、継続したいところです、はい、一度野上も今サイド攻撃を見せた筑紫高校。最後の粘り、ここに野上がいます。この2人目はちょっと遅いですね、はい、もう少し勢いをつけていきたいところですけれども、はい、3人がかりで藤田が倒されました。筑紫高校手前ウィング安永が待っています。ペナルティーがありました。筑紫高校あーオーバーザトップですか。ここでペナルティーを犯してしまいました。さて手元の時計30分をすでに超えています。ボールを今グラウンドの外に蹴り出しました井上。そしてここでノーサイド。いやー絶対王者やはり強かった。24大会連続34回目の花園へ、単独2位あるいは2位タイという同志社中学と並ぶ8度目の優勝を狙って花園に向かいます。24大会連続34回目の優勝、そして花園出場となりました。いかがですか。本当に今日の試合、まあ、筑紫さんの激しいディフェンスというところを想定してこの1週間体を当てる練習してきたので、まあ、本当にその練習の成果が、まあ、今日の試合で発揮できて、まあ、本当に良かったかなと思ってます。しっかり県代表としてまたこの福岡に花園の大優勝旗を持って帰れるよう、この残りの1ヶ月間しっかり練習していくので応援よろしくお願いします。ラグビー専門学校、宮城県生から、少々、並びに
県大会優勝東福岡高等学校、スポーツの成果をよく発揮されたのでその栄誉を称えます。令和5年11月11日福岡県高等学校体育連盟会長山田裕二、福岡県教育委員会、はい、おめでとうございます。賞状、令和5年度福岡県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール選手権大会県全国高等学校総合体育大会県予選第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会福岡県予選大会準優勝、福岡県立筑紫高等学校、スポーツの成果をよく発揮されたのでその栄誉を称えます。令和5年11月11日福岡県高等学校体育連盟会長山田裕二、福岡県教育委員会、はい、おめでとうございます。